皆さんこんにちは、ゆっくり霊夢です。皆さんこんにちは、ゆっくり魔理沙だぜ。本日は北毛にあった藩、沼田藩について、その第3弾になるわ。前回をまだ見ていない人は、ぜひそちらも見てほしいぜ。それじゃあ早速、スタートするわよ。前回は、真田氏最後の当主、真田信澄が改易されたところまで紹介したわね。真田氏改易後の沼田領は、竹村惣左衛門、熊沢武兵の二人の代官によって支配されたわ。不始末によるとはいえ、戦国時代以来の領主であった真田氏の改易は人心も動揺したでしょうね。竹村、熊沢の両代官は天那2年1682年2月に11項目にわたる法度を出しているわ。それは徒党の禁止、博打など諸勝負の禁止、新規酒屋の禁止、操り歌舞伎、遊女抱き置きの禁止、百姓以外の鉄砲所持の禁止、田畑永代売買の禁止、潰れ百姓の電池憲兵、差し押さえ、の禁止、名主二十国、平百姓十国の規定と分地の禁止など、以上は旧真田領の村々に考察として出されたもので、これをはじめとして二人の代官支配が始まったのよ。寛文2年1662年の真田信澄の検地から真田氏改易までの19年間、沼田領の農民は重税と飢饉、加えて両国橋用材の切り出しに酷使され苦しんできたわ。信澄は改易になったとはいえ、農民の疲弊、困窮の度はなかなか改善しなかったわ。その理由は、代官支配になっても高祖が寛文以降の検地を基礎としていたからなのよ。天那3年3月に沼田領の百姓総代は、竹村、熊沢の両代官に対して再検地願いを提出しているわね。そこでは極度に疲弊した沼田領の農民の実情を明らかにして、再検地をしてほしいと懇願しているわ。徳川綱吉は、前橋城主、境河内の上忠敬に沼田領の検地を命じた。寛文2年以降、遠方に至る信澄の拡大検地によって、国高14万4千国余が打ち出された旧真田領の再検地はなかなか容易なことではなかった。境忠敬は、家老の高須隼人に命じて状況元年1684年4月から再検地に着手した。この検地を実施するにあたって幕府は28条からなる極めて詳細な検地条目を出している。主な内容として、検地は百姓身体の極まるところに候う間、別して念入り縄目を詰めざるように愛心うべく。まず村の田畑城、中、下、の、山、林、川除けのあるところはその村より得ずいたさせてこれを取り。その上、異彩見分せしめ、対外を極め、政治に地詰めいたすべきこと。つけたり、検地極まり候う田畑へは印を立ておき、紛れざるようにいたすべきこと、という風に。この検地条目は、検地に際して微に入り際にわたって規定されている。特にも左衛門の訴状の写しで、天那3年の再検地願いでも指摘している。田畑高下の差別なくそのままを差を入れ、や、大小畦、大石、木の下まで差を入れを持って、丹部差し詰め、とある点については、田畑の中にこれあり候う大石、大木、その他作物しつけ難儀なるところの分はよくよく吟味の上、検地これを除くべく、として、信澄の検地の反省の上に立って条目を定めている。状況元年4月23日より始まった検地は、検地総奉行に前橋藩の高須隼人が当たり、足軽、勘定、右筆を含め総勢248人で沼田領を4地区に分けて実施し、同年8月16日に終わったわ。この結果、旧沼田領177カ村の国高、すなわち信澄の寛文2年以降の検地の国高14万4200国余は、6万5420国余と修正されたのよ。実際の自力に対して、2倍以上の税が課せられていたことになるわね。状況4年には新しい検地庁が各村々に隠されたわ。この検地はその名を、状況のお助け検地、と後世に語り伝えられ、その検地庁は300年以上を経た現在も、多くの村々で完全に保存されているのよ。沼田領で天正18年に最初に実施した真田信行の検地も、信政の寛永年間の検地も、信澄が実施した拡大検地も、決して完全なものではなかったわ。状況の検地こそ沼田領の完全な最初であり最後の近代的な検地であったと言えるわね。なぜならこの検地によって定められた各村々の田畑の面積、国高はほとんど幕末、維新に引き継がれ、基礎改正もそれを踏襲し、今日までその面積をもって基準としているところも多いのよ。
沼田領は竹村、熊沢の領代官によって上京3年までの5年間支配され、同4年からは島村惣左衛門、稲葉平右衛門、再び竹村惣左衛門、中川吉左衛門の5代、22年間の代官支配の後を受けて、元禄16年、1703年、正月に、譜代の本田正長が入部することになるのよ。本田正長は、寛文2年に十五位下に処せられ、元禄5年には寺社奉行、同9年には若年寄りとなり、元禄16年正月、沼田に入部した。宝永元年、1704年、9月には老中となり、神津家の国とね、河内の国古市、足首、片野、河内、四季の6軍のうちで1万石を加増されて14位下に任ぜられ、宝永2年3月には、神津家の国とね、阿賀妻、河内の国古市、さらの4軍のうちで1万石をさらに加増され、合わせて4万石を領している。沼田城は真田氏の改易とともに城は破却されており、本田正長の入部にあたっては、徳川実機にも、鐘楼本田宝器の上正長5000石顔なり手2万石になされ、上州沼田の領地に城築くべしと仰せつけらる、とあり、本田正長入部の初指名は城武神であった。また、本田宝器の上正長上州沼田の城築により金2000両恩待せらる、と記されており、そこで破却によって埋められた沼田城の掘りさらいを江戸の那須や東米、田中や三郎米に落札させた。沼田城は天守はなく館のみであったが、元禄16年に始まった城武神は宝永3年に完成している。本田氏は正長を初代として、正武、正則と続き、正則は享保15年、1730年、7月、駿河の国田中城に移封され、沼田の本田氏支配はわずか3代、27年で終わり、沼田は再び代官支配となった。本田武前の神正則が享保15年7月、駿河の田中城に移封されると、幕府は代官、後藤庄左衛門を派遣して沼田を支配させたわ。この代官支配は短く、同17年3月に日立の国下館城より黒田武前の神直国が沼田に入部したわね。黒田直国は享保8年3月以来、奏者番と寺社奉行を兼ねていたけど、沼田入部にあたり5000石を加増されて2万5000石となり、沼田城を与えられたのよ。同年7月には老中となり、さらに5000石の加増があって3万石となったわ。領地は神津家の国とね、武蔵の国小玉、比企、駒の各軍であったけど、寛保2年、1742年、7月に大和の神直澄が、上総の国も織田軍くるりの廃城の復興を命ぜられて、黒田氏も2代、10年余にして沼田を去ったわね。黒田氏の後を受けて寛保2年、1742年、6月には時氏が沼田に入部した。時氏は清和源氏の一流で、美濃源氏として著名であり、その昔は美濃の国守護として足利氏との関係も深かった。しかし天文21年、1552年、に守護の時頼成は斎藤道三と戦って敗れた。この頼成の同族で時貞明の子、貞政は永禄7年、1564年、24歳で家康に仕え、たびたびの合戦に功を立てた。特に天正12年、1584年、の小牧、長久手の戦いでは家康の信任を厚くしたと言われる。家康関東入国以来は、下総の国相馬軍のうちに移され、守谷を居所と定めた。また15位下山城の神に叙任し、旧称の時氏に服し、慶長2年、1597年、3月に没した。その子、定義は同年異領を継ぎ、家康、秀忠に仕え、元和3年、1617年、に摂津高槻城で2万石を領し、同5年に没した。ついで頼行、頼高と続き、次の頼年の時の寛保2年6月に老中となり、沼田に移封されたのである。時氏が沼田に移封された時の領地と石高は、神津家の国利根軍のうち46カ村で2万石。同じく群馬軍で20カ村と飛び地領である河内の国式軍6カ村、若い軍7カ村、美作の国間軍51カ村、湘南、湘北両軍で2カ村、合わせて86カ村で1万5000石、合計3万5000石であったわね。沼田に移封された時丹後の神より年は時氏初代の沼田城主として、加えて老中の職にあったわ。より年は沼田に移封されるにあたり、沼田領が真田氏、高領、本田氏、高領、黒田氏と、何度も支配者の変遷を見ているところだけに、最新の注意を払って黒田氏より城を受け取り、領内経営に当たったのよ。
頼利は老中の職にあったため、ほとんど江戸にいて、国家老の今泉清左衛門、井上久左衛門が頼利の指示に従って領内の市政に当たっていたわ。頼利が江戸から井上、今泉の家臣に宛てた書簡の中にも、城中のこと、武芸のこと、領内のこと、特に不作、飢饉などについて細々と指示を与えているわね。幕閣として重きをなし、将軍家の信頼も厚く、公家との交わりもあったけど、延享元年1744年、9月12日、頼利は50歳で没したわ。二代、伊予の神頼興は延享元年10月に伊予を継ぎ、宝暦2年、1752年、4月に奏者番、同5年3月に城主として10年務め、37歳で没しているわね。続いて3代目の貞常は頼利の五男であって、宝暦5年に頼興の皇嗣となり5月18日に伊予を継いだわ。12月には15位で美濃の神に叙任し、明和元年、1764年、5月には奏者番、同年6月には寺社奉行を兼ねているわね。天明元年、1781年、うるう5月には大阪城代の要職につき、14位下に昇進し、同2年8月20日に大阪で没したわ。去年は55歳であったわね。続いて、看取り騒動、という事件について紹介していこう。天明元年5月に時貞常は大阪城代に任命されたが、前々年の安永8年、1780年、には沼田領の看取り田畑を高井地に入れるための計画が着々と進められていた。時氏の支配地の総石高は3万5000石であったが、藩財政再建の方策として看取り田畑の改めを実施する段階になっていた。真田氏の利根、吾妻領軍の一円地領と異なって、地領地が各地に分散していること。しかも遠くは美作の国、河内の国に飛び地を持っていることを考えても、時氏の支配がどれだけ大変であったかが想像できる。この沼田領は、真田氏改易の後に幕命によって前橋藩の堺氏が実施した状況の検地を、原野、芝地、マグサバなどを開発し、田畑に起こした場合これを本田畑に加えないで見取りだ、見取り畑と呼んでいた。この見取り田畑には正規の検地は行われず、粗雑な単別で田畑の等級もつけてなかった。しかし、このような見取り田畑は何年か後には正規の検地をして、本田畑に加えられるといった性格を持っていたのである。新田開発の進行は江戸中期、特に元禄、享保年間を最頂点として全国的に崇勢していた。例えば慶長年間の全国の石高約1800万石が、元禄年間には2600万石に激増しているのもそれを物語っている。沼田地方においても元禄期以降に新田開発が進行し、それに伴ってマグサバの減少が見られ、入り合い地をめぐる紛争が頻発してくることからも、それを知ることができる。新田畑は本田畑に比較して年貢も低く作物の制限も緩かったわ。本田畑は控訴の対象であり、見取り田畑は控訴の対象とはなるけど、その税率は極めて低く、百姓の無事期に当てられていたと考えられるのよ。しかし幕末になって藩財政の窮乏を打開する方法として、当然このような新田畑に正規の検地を実施して、本田畑に加えようとするのは当然であったと言えるわね。沼田領でもこのために新田畑の調査を何度か実施しており、その初めは元禄11年、1698年、同16年、享保12年、1727年、延享3年の4回であったわね。看取り騒動は天明元年に起こるのだけれど、その2年前の安永8年の沼田領五貫村の本田畑と見取り田畑の控訴の比較を見ると、上殿では6と1小3号、中殿5と4小3号、下殿4と8小3号、下下殿3と3小6号、見取り田では1単あたり2と4小となっているわ。畑の場合、上畑が単193文に対して見取り畑は21文という低さであるのよ。さらに五貫村が納める石高は米で167石よ、金銭で50貫文よ。このうち見取り田の分として3石6と、A3貫700文と極めてその占める割合が低いわね。状況の検知が実施されてから安永8年まで、90年余を経ている。この90年余の間は全国的に新田畑の開発が最も進んだ時期であった。それにもかかわらず前述したように、本田畑に対する見取り田畑の面積は極めて少ないが、ここに見取り田畑の性格がある。安永8年に始まった見取り田畑を高井地に組み入れようという藩側の動きは、この時点に計画されたのではなく、
代々の領主もそれを考えたことは容易に想像できる。しかし、検地を実施することは当然農民の反対が予想される。それをあえて実施しなければならなかったところに、幕末の領主経済の行き詰まりがあったと考えられる。沼田藩ではこの見取り高入れを実施するにあたり、土見役、として領内から3人の農民を選んだ。五貫村、旧月夜の町、の作右衛門、すりだ村、沼田市、の新助、高平村、旧白沢村、の官兵衛である。いずれもこの3人は村の名主格であり、領内の村々にその名を知られていた実力者であった。見取り騒動のあらましを記すと、天明元年12月14日の沼田の一尾に、見取り高入れに反対を唱える首謀者、奈良村の両衛門、谷右衛門、辰岩村、川場村、の佐七、生品村の一兵衛が中心となって領内の村々に呼びかけた。城下町の沼田の東の村々は立岩村の国蔵さんに集結し、西北の村々は町田村、沼田市、の北条院にそれぞれ集結し、見取り高入れ反対の呪しを上げたわ。国蔵さんに集まった農民は12月19日の夜、高平村の土見役、官兵衛宅に押し寄せ、強訴して見取り高入れ反対に同意させ、12月23日の夜には北条院に集まった農民数百人がすりだ村の新助の方に、さらに五貫村の作右衛門の庭に押し寄せたのよ。こうして土見役3人も農民側の要求を受け入れ、行動を共にしたわ。沼田城内でも、領内の農民の不穏な空気を察して大手門を固め、城の内外を厳しく警備したと言われるわね。12月24日には領内の農民が城下町の沼田に押し寄せ、この時藩主、時貞常は大阪城代として不在であったため、家臣の加藤勘左衛門、月岡首里らがこれら鎮部の方策を協議したわ。この時月岡首里が農民側の代表と会い、彼らの鎮部の任を引き受け、村々の代表を大手門に集めて、いかに百姓ども、新高入れの儀は世間一般のことにて尊殿様ばかりのことにあらず、差し許しがたきところなれども、百姓ども願うによりてこたびは月岡首里神に引き受け差し許さるるよう取り運べし、諸所に集まりおる者どもにこの旨をと聞きかせ、穏やかに帰宅して殿様の恩仰せを待つべし、と農民に説得し、月岡は直ちに大阪に立ったと言われているのよ。翌天明2年2月、月岡首里は大阪から帰ると各村々に対して、領分の年貢は従前通り見取り高入れは中止、という旨を伝えた。この騒動は一気にまで発展しなかったが、農民の要求が完全に通ったもので農民側の勝訴となった。この騒動に参加しなかったのはわずか数か村で、他の時領の村々は全て参加している。幕府も諸藩もこの頃諸国に放棄する一気に手を焼き、様々な対策を講じていた。幕府では明和4年雨竜9月、6年正月、7年、8年と何度となく禁令を出している。特に7年4月16日には全国の農村に公札を立てて賞金をかけてその撲滅を図っている。この見取り騒動の起こる前の天明元年6月27日には、神津家、武蔵両国の織物及び糸面改め所設置の令が幕府より出され、これに反対する神津家、武蔵53か村の農民約3000人が8月9日に放棄して立ち上がり、高崎城にまで押し寄せる騒ぎとなった。幕府はこれに対して、その首謀者を召し取るべきことを厳重に申し渡している。しかしこの一揆のため、幕府は一旦許可したものの8月16日に取り消したのでようやく収まった。群馬軍に飛び地を持っていた時氏も、この鎮圧のため兵を出したほどであった。見取り騒動はこのような情勢の中で起こったものであったのである。見取り高入れの件は、月岡首里の奔走によって落着したかのように見えたけど、この一揆を指導した農民の喧騒、取り締まり、が始まったわ。天明2年5月26日には生品村の五兵親子3人、29日には西方の根拠地となった北条院の住職、奈良村の両衛門、谷右衛門、生品村の一兵衛、立岩村の佐七ら一揆の指導者をはじめ、7月1日までに50人が捕らえられたのよ。捕らえられた者は次々に拷問にかけられ、取り調べが進んだ7月12日には41人が越縄で帰宅を許され、残る9人が再取り調べを受け、最後にこの一揆の指導者として立石村の佐七、奈良村の両衛門、谷右衛門の3人が栄牢、無期懲役、となったわ。この3人の栄牢で見取り騒動の全ては終わったけど、佐七ら3人はその後どうなったのかしら。天明5年の正月に、
佐七斜面の嘆願書を親類一同が提出しているわね。それによると、佐七は65歳を過ぎてから入浪し、その間に佐七の母も没しているようね。天明5年の秋に民右衛門が出浪、釈放、され、翌6年6月には佐七、陽右衛門が許されているけど、この二人は出浪後1ヶ月で病死しているわ。佐七は70歳の老齢、陽右衛門は47歳であったわね。この看取り騒動の後、天明2年8月20日、時貞常は55歳で大阪で没している。貞常の死が騒動の直後であっただけに、領内には様々な風文が流れた。そして時氏及び看取り高入れに当たった舞踊、大官、土見役に対して、古の、伊賀よりひどき、縄を入れ、身の収まりは、この時と知れ、や、古の、濁る真田に、住む境、時の曇りを、照らす月岡、という風刺の歌が領内に流布された。天明元年から100年前の天那元年の一米、モザエモンの単身お布の結果が真田氏改易の原因と言われている。しかし、この看取り騒動こそ数か村を除くと企業の村々が全て参加し、看取り高入れ反対の旗を押し立て、ついにその要求を実現した。3人の犠牲はあったにせよ、農民側の要求が完全に通ったことは特筆すべきことであるだろう。というところで、今回の話はここまでにするわ。次回もまた見てほしいぜ。それではご視聴、ありがとうございました。